桜国際高等学校は、長野県上田市に本校がある広域性の谷性、通信性高等学校である。桜国際高等学校に関する本校以外の施設は、事実上の分校である、東京校や技能連携校を除き、すべて高等学校通信教育におけるサポート校である。学園長は、荒井雄二。当初は、内閣府構造改革特別区域の 株式会社立学校として開校。2006年には在籍生徒数500名。2011年には在籍生徒数100例名となる。2015年に学校法人に転換する。広域通信制高等学校のため、学習相談センターを全国各地に設置しており、現在74の施設に学習センターを設置している。なお、 桜国際高等学校のホームページからでないと学習相談センターであることを確認できない施設がある。なお、上田市の本校在籍を希望する場合は保護者の下からの通学が必要である。2013年3月に阿文の企画により訪れた松山346により効果、咲き誇る桜のようにが制定された。学園長曰く桜は 私たち日本人が大切にしている代表的なものの一つです。私は生徒一人一人を桜の苗木と考えています。そして私たち学園や地域の人々、保護者をはじめ生徒に関わる皆さんが肥料となって桜を満開にさせるのが私たちの夢であり、目標ですとのことで命名した。ありがとうございます。